こんにちは、小内さやかです。皆さんお元気にしてらっしゃいましたでしょうか。バーンドーンということで、今年はもう N4 の年でございますよ。 N4U なのね。あら、というわけで今日は稲先生について語る会ということで、いらっしゃいませ。行ってきましたよ、N4。本当に、ゼップ羽田 D3、 そして博多の Day1 ですね。 Day1 行くの初めてなんですけれども、稲葉さんめちゃくちゃ声出てました。なんか2日目の方が喉は調子がいいんでってどっかのインタビューでおっしゃってましたけれども、めちゃくちゃ声出てました、福岡。はい、ということで、その2つのライブのお話と、そしてもう最近もう露出が止まらないですよ、稲先生ね。昨日は品川博監督のシャトーブランの動画出ましたね。まあかっこいい。 100% 稲葉浩志を出したかったっていうふうにおっしゃってましたけど、もう本当にビバですね、よくやってくださいました。あれもトム・フォードのシルクのシャツだらしいですけれども、カウントダウン TV の見ました、ビジュアル。はい、私あれ一番好きです、最近の露出で。はい、トム・フォードのシルクシャツが似合う男、稲葉浩志ということで。稲先生ってさ、昔多分デビューする前モデルもやられたんですよね、一瞬ね。だから分かります、着てると欲しくなるというか、まあ、着こなせる自信はないですけれども。これもね、ちょっとこれも情報が遅いんですけど、新しい解放も送られて今発送いたしましたみたいなメールがつい最近来たばっかりですけれども、このビジュアルやばくない？はい、こう首が痛いポーズという有名なね、されてますけれども、これはね、もう私いい年ですけれども、ベッド脇に置いてます。ちょっと恥ずかしいことも伝えてますけれども、 N4 まずゼップ羽田ですね。1回スタンドで見たんですけれども、もう双眼鏡のこの先にはもう稲葉さんしか映らないみたいな感じで、だいぶ堪能させていただきました。そして帰ってからもこう目を閉じても稲葉さんが映るみたいな状態になりまして、とっても幸せでした。波も聞けたし、 I am your baby も聞けたし、良かったです、良かったですが、やっぱりちょっともう40代中旬に差し掛かってくる私はもう一回スタンダー無理だなっていうふうにちょっと思いました。東京離れたってこともあるんですけれども、コロナ禍があったからかな、ソーシャルディスタンスの数年を経てからだからかもしれないけれども、人がこう織りなす感じがちょっとね、そっちに気を取られる自分がいて、匂いとかね、ちょっと情けないことに集中できなかった部分も正直あって、それがすぐ動画を上げなかった理由だったりもします。で、ね、実はね、福岡も隣の席の方がですね、歌ってる途中もずっと稲葉さん稲葉さんこっち向いてみたいなことをすごく叫ばれてた方で、今でもこうその声が耳に残っちゃってるんですけど、なんだろうな、なんかそういうところに気が向いてしまってというか、そこに気を取られてしまって、稲先生だけに集中できなかった情けない自分がいてですね、遅くなりました。何から話せばいいやらって感じなんですけれども、アンアン皆さん手に入りましたか？一時期すごいことになってましたよね。で、私はですね、ちょっと出遅れてしまって、オンラインアマゾンで買おうと思ってたんですけれども、もう買おうと思った時には売り切れておりました。5000部先に売り切れてましたよね、多分ね。でその時行った出張で東京にいたんですけれども、福岡のねライブあって、その次の日すぐ東京に飛んできていて、そうだ明日だと思って、もしかしたらコンビニのこうラックにね、その出してるかもしれない、前日の夜だったらこう出してるところをもうゲットするしかないんじゃないかというふうに思いまして、銀座の街をですね夜な夜な徘徊したんですけれども、なんと銀座のコンビニにはマガジンラックがないということを初めて知りました、今回。そういうことでもう諦めて、次の日の朝本屋さんでゲットしてきましたけれども、重版ね、重版されてましたね。もうジャニーズのいろんな面々と並んで、もう少しで還暦の稲先生が重版ということで、もうさすがです。はい、大人の男、Man in the Star って書いてますね。 Man in the Star ってどういう、私あんまりちょっとよくわかんないんですけど、まあ明らかにスターでいらっしゃいます。なんかインタビューも良かったですよね、柔らかくて。やっぱり一時期騒然
となるっていうことをまだやっとやってのけるっていう、まあ、ビーズファンもそうだし、まあ、稲葉さんファンもそうだし、稲葉さんもすごいなっていうふうに思ってました。そして中吊り広告、私は実は中吊り広告のビジュアルが一番好きです。うーん、いいねということで、もう稲葉さんまみれですよね。今年はもう豊作ということで、福岡ですよ。福岡、実はこの週末マリンメッセ福岡 B 館稲葉講師 A 館、なんと宇多田ヒカルということでですね、宇多田ヒッキーと稲先生が同じところにいるっていうものすごい夜だったんですね、2日間。しかも福岡の街は山笠が15日まであって、13、14だったのかな、ライブが。なのでもう大盛り上がりで、もうちょっとしたパワースポットになってたかなというふうに思います。街を歩くとですね、こうプリッとお尻を出した男性がたくさん歩いていて、なんかちょっと不思議な雰囲気の福岡の街になってました。はい、でその中でこう SS 席13ブロックということで、また13ですよ。横浜スタジアムでも出た13ということで、私のラッキーナンバーっぽいっていうところで、どんな席かなと思ったんですけど、実は花道のちょっと先の方だったんですけれども、実質前から3列目でした。もうね、前から3列目ってすごくないですか。だって普通のさ、真正面の舞台だと舞台があってちょっとスペースがあって席があるでしょ。だけど花道ってもう結構スレスレまで席なので、ものすごい近くで稲葉さんを拝見することができました。もう歌ってた、踊ってた、シャウトしてた、かっこよかった。はい、で私すっごい目に焼き付いてるのがですね、稲葉さんの肩甲骨、この背中のところ、ちょうど羽が生えてるところですよ。ここのね、質感がすごい目に焼き付いてます。最後の T シャツで歌われてた時の、はい、これなんででしょうね。なんかそこの羽の部分、羽が生えてる部分がめちゃくちゃ私の目に飛び込んできて、それはずっと頭から離れない感じで印象に残ってます。そして今回のアルバム、ただものね、ただもの、びっくりしたよね、ただものっていうタイトル。私はびっくりしましたけど、去年35周年、ビーズ35周年で日本中をこう大いに盛り上げてくださって、で次の年のソロで出たアルバムタイトル、ただものですよ。なんかもう その流れからただものじゃない感じがするんですけれども、稲葉さんとしてはまあただものって感じてらっしゃるということが、まあ、このインタビュー特にね書いてましたね。皆さん、ただものの中でどれが一番好きですか？私はね、空う夢が好きです。初めて歌詞を読んだ時も、曲を聞いた時も、ライブで聞いてもやっぱり好きでしたね。あの曲が一番好きだなと思って、でただものっていうタイトルのアルバムの中に入ってるにふさわしいというか、ふさわしいって言ったらおかしいな、なんか自分が何者でもないっていう感覚の瞬間を取り出したような歌詞だなと思って、めちゃくちゃ好きですね。その空夢を演奏した時に、こう映像がさ、美しい映像がバーって流れてたんですけど、去年こうラスベガスじゃない、ラスベガスかで見た、あのスフィアの球体の、なんだっけ、演芸場じゃないな、球体の劇場があるんですけど、あそこでポストカードフロムアースかな、壮大な地球のいろんな景色を見れるんですけど、それをちょっと思い出すような映像で、福岡のねマリンメッセ B 館めちゃくちゃ良かったです。その音も良かったし、そう、稲葉さんのね影がね映ったりとかね、もうすっごい良かったの。会場としてもすごくこう俯瞰でこう、まあ、最初さ飛んでるみたいな歌詞もあるじゃない、あんな感じでこう見えて、あ、こういう世界観の曲なんだなと思いながら聴いておりました。いや、良かったですよ、すごく楽しかったです。行って良かったなと思ったし、ソロ行くべきだなと思いました。今回のアルバムってなんか全体的にずっとじわっと聴けるような曲が多いなというふうに思っていて、ご本人もねそういうふうに聴いてくださいっていうふうにライブの後の方でおっしゃってたような気がしますけれども、夏前に出してもらってよかったなと思ってて、実はすっごい猛暑の中車運転しながらあのアルバム聴いてるのいいんですよね。私これ冬じゃなくて夏に聴けてよかったなと思いながら今も聴いております。
そしてこれツアーパンフですね。これツアーパンフ買った方、もしくはこう買うの迷われている方いらっしゃるかもしれないですけれどもこれね、あの私実はこうツアーとか円4についてたくさん書いてあるのかなと思ったんですけど、稲先生のね写真集でした。こうゼップ羽田にあったミラーボールはこのミラーボールだったのねというぐらい、こうミラーボールの中に稲先生がいる感じがありますね。はい、私ちょっとひょんなことから2ヶ月前ぐらいミラーボール買おうかなと思ってたんですけど、ここでミラーボールが使われててなんか通じてるものがあったのではと思ってちょっと嬉しくなりました。はい、そして私羽田で何を思ったか、買ってたのがこれでした。マグマ買っちゃった、持ってるのに。この藤田リマさんの絵ね。このマグマは中身の歌詞も稲葉さんの直筆ですのでね、はい、これを買っちゃいました。というわけで、もう稲先生豊作の2024年後半ですけれども、こんなにファンでいさせてくれてありがとう、ファンでいてよかったなと思うアーティストさんのファンで本当に嬉しいなというふうに思います。誰かがね X でね、もう中3の私見る目あったなっていうふうに言ってたと思うんですけど、そう誇れるのってめちゃくちゃ嬉しくないですか。うん、私の知り合いの方が、まあ、実家に帰ると当時ハマってたアーティストの写真が貼ってあるんだけど、その方たちが逮捕されたりとかね、ちょっとかわいそう青春時代の私ってつぶやいてたのも見たことがあって、あのこんなに裏切らない人たちっていうのは本当にありがたいですよ。もうそれだけで尊い、本当に。そしてただものという、まあ、ちょっとショッキングなアルバムタイトルでしたけども、じわじわやっぱり入ってくるね。この音楽と人のインタビュー最初読んだ時にこれもね衝撃を受けたんですけど、私コーチじゃないですか。コーチングセッションの内容、私結構メモするタイプのコーチなんですよ。本当セッションノート読んでるんじゃないかと思うぐらい、ご自身の中身をすごくねそのまま出されて話されてるなっていうようなインタビューでした。そう、最近さ、稲葉さん YouTube で中田秀さんとかと話してたのがあったじゃないですか。秀と稲葉さんの対談見ましたみたいな感じでいろんな人から言われて、もう結構見てるみたいですね、あの動画。うん、まあそんな中のクライアントさんに、今度稲葉さん出すアルバムただものなんですよって言ったら、え、ただも、いや、ただものに見えませんけどって言ってあの最近では結構もうクライアントさんも、私が稲葉さんファンということと、稲葉さんがたくさん露出されてるっていうことで、結構稲葉さんの話題をお話できたりするのがすごく嬉しいです。はい、というわけで行ってまいりました。まだの方もう楽しみまくってください。もう福岡めちゃくちゃ喉の調子よくて、本当にちゃうとしまくりで最高でしたけどね。どんな感じになるんでしょうか。最後は津山ということで、もうマッチグルメでわっしょいでしょうね。最高じゃないですか。いい夏になるんでしょう。はい、私は明日の朝から屋久島に実は旅立ちます。その前にこれをお届けどうしてもしたいと思って、何度も何度も撮り直して全然うまくいかなかったんですけれども、うまく届けられてたら嬉しいです。もうね、ラブ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 ということで、あ、ちょっと待って、シェーンの話をしていない。シェーンを紹介するときに懐かしい親友が戻ってきましたっておっしゃったのかな。うん、たらもうシェーンって紹介される前にみんなシェーンシェーン、私もまあシェーンシェーン言ってましたけれども、稲葉さんとさ、シェーンってもうなんか犬同士がワシャワシャやってるみたいな、本当にいいバイブスを持ってらっしゃって、あのペアいいよね。あのシェーンのあの確実な感じの音めちゃくちゃ好きですね。あとデュランの色気もすごかったし、まあいいギター弾くなと思って、バンドもすごい良かったです。生音で聞きに行けて本当に嬉しかった。ソロの稲葉さんにも向き合っていこうと思います。はい、では今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、もうちょっとで400人行くのか行かないのかで行ったり来たりしてますけど、行きたいです。登録してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。では失礼します。